こんにちは今日もこの十勝の子どもたちの詩集、えー、前回はね、えー、1年生とか2年生小さいお友達の作品を紹介したんですけども、あのー、このサイロの中にはねこんな風にたくさんのお友達の詩が載っているんですね。なので今日はちょっと大きめのお友達の詩を読んでみようかなと思います。まず3年生の詩です。 おっとっと3年掘りもめりオ。朝、玄関でお母さんに、滑るから気をつけてと言われて出ると、つるん、ドスン、氷で滑って転んじゃった。交差点で友達が走ってきた。すると、つるん、ドスン、気をつけて、怪我しちゃうよ。 よしです。続いて「早く終われ5年土田春樹」ブルブル「ブルブル寒いなブルブル寒すぎる冬は寒い早く暑い夏に戻ってくれブルブル寒い冷たいな何もかも冷たいな」 母も冷たい夏は優しいのに」とちょっと辛辣な一言もある、えー、ものでしたけどまあ,あのこの4月号が書かれたということは子どもたちは3月に詩を書いているんですねだから3月の北海道帯広あるいは鹿追町というところはまだまだ雪や氷があって寒いんだということがわかると思います。 では最後にもう一つ。君と僕、六年、岩本一葉。君とは、六年間の付き合いだ。君は、僕にいろんな思い出をくれた。六年間、君はずっと休まなかった。これからの休む時間は、 君がくれた思い出のお返しこれからずっと僕は君のことを忘れることはないだろうという詩ですこの「君」っていうのは何のことなのかなって人それぞれ考えてしまいますね私はもしかしたら六年間この岩本君の背中にあった ランドセルなのかな。他のものかかももしれません。聞いてみなくちゃ分かりませんけれどもねどうでしょう、えー、皆さんの中にもね、えー、小さく卒業式はしてなんとなく6年間通った小学校を卒業しちゃったっていう子もいると思います、えー、卒業式は小さかったかもしれないだけどみんなの心の中に残るもの卒業はと とても深くて大きいものです。ですから、その今の気持ちをしっかりと文字にして残しておいてください。作文もいいんですけれど、詩もいいですよ。自分の思いを短く切り取って、そして短い言葉で書いていきます。ぜひ、皆さんの今を詩に記録してください。 このサイロに詩を、えー、応募できるのは十勝に住んでいる小中学生だけなんですけれどももしも応募をしないとしてもですね皆さんの手元に皆さんの気持ちを紙に書いて残しておいてください自分だけの詩集です私も小学校の時に書いたノートとか作り上げた詩集とかたくさん取ってありますとっても大切な思い出になってますよ えー、在宅で、ね、すごくあの退屈だなと思う時間も多いと思いますけれども家庭学習や日記を書くそんなことの代わりに是非詩を書くことにチャレンジしてみてください。とっても楽しいですよ。では今日はこの辺で聞いてくれてありがとうございました。では切ります